回も電話かけてこないでよ。出勤してるんだから出れないことぐらいわかるよね。その出勤がダメだろ。は？俺との約束はどうした？付き合ったらキャバ嬢を辞める、そういう約束だっただろ。それに関しては何回も言ったよ。大地がお金出してくれるなら私はすぐにでも辞めるよ。出してるだろ。それが少ないの。毎月30万の小遣いで私が生活できると思わないで。家賃も食費も俺が出してるのに。それは当たり前。その上で100万欲しいの。さすがにそれは非現実的すぎる。だからキャバクラで働いてるの。いい加減にしてくれよ。それでいつ帰ってくるんだ？今からアフターだから。は？日が昇る前には帰る。じゃあね。ちょっと待てよ、さすがにそれはないだろ。仕方ないじゃん、キャバ嬢なんだからアフターあるよ。それは大地が一番理解してるよね。もともとお客さんなんだから。それじゃあ。10分後、アンニーのやつキャバクラに復帰してた。お、どういうこと？何の相談もせずに今日いきなり勤務のこと伝えられた。どこの店でやってるかわかんないけど、キャバ嬢に復活してるらしい。彼女になったら辞めるんじゃなかったのか？俺もそのこと問い詰めたんだけど、月に100万は出せないならキャバクラに勤務し続けるらしい。バカバカしすぎるだろう。ちなみに前の店ではない、さっき電話で確認した。じゃあ新しい店舗？そうなるな。帰ってから聞こうと思ったけど、今アフター対応してるらしいわ。お、アフター？日が昇る前には帰るって、マジで頭おかしくなるわ。別れた方がいいんじゃないか？え？だってそうだろ、俺考えてたんだよ。このままもし結婚しても破綻する未来しかないだろう。金遣いが荒いのはもちろんだけど、その金欲しさにキャバクラに戻るんだぞ。キャバクラが悪いとは言ってない。ただ付き合ったら辞めようって彼氏と約束したのに、何の相談もせずにそれ破ってキャバクラに復帰するって頭おかしい。そんなのと結婚しても大地が稼いだお金全部吸われるぞ。確かに冷静に考えたらそうだよな。別れるか？まだ答えは出せない。裏切られたショックはある。でもやっぱり好きなんだ。アンリーがキャバクラを始めたきっかけとかそういうのもいろいろ聞いてるから、やっぱりやめてほしいし幸せにしてやりたいって思う。それぐらい好きなんだ。そうだよな。すまん、何も考えずに別れろとか言って。いや、いいんだ。コータの意見が普通だと思う。普通なら別れてるよ。でも惚れてるんだアンリーに。じゃないとキャバクラやめさせない。一度ゆっくり話した方がいいな。うん、とにかくアンリーが戻ってくるまで起きてることにするよ。仮眠ぐらい取っといたら、まだ帰ってこないだろう。仕事もあるだろうから休めるときに休んどけよ。ありがとう。でも今すっと寝れる気分でもないよ。そりゃそうだよな。4時間後。もうそろそろ日が昇りそうだけど帰ってこれそうかな？まだ起きてんの？早く寝ててよ。話し合いがしたい。そういうのいいから。何時に帰ってこれる？今会いたくない、だからホテルに泊まる。は？そのまま寝てて。今はそういう話したくない。絶対説教するし普通にメンタル病むし。怒らない、だから早く帰ってきて。絶対怒る人じゃん。そんなことないよ。怒鳴るじゃん。怒鳴らないって。信用できない、最悪手挙げられるかもだし。そんなことするわけない。今までそんなことしたか？してないだろ。そういう言い回しが嫌い。とりあえず今日は帰らないから、さようなら。電話うざい。翌日。カード使えなくなってんだけど、もしかして止めた？うん、止めたよ。最悪、意味不明、経済的 DV じゃん。キャバ嬢で稼いでるんだろ。だったら俺のカードは使わなくていいだろ。キモい。家賃はこれまで通り俺が払う。一緒にご飯行った時は俺が全額出す。もし兄が体調とか崩して入院とかするならその代金も払う。だけど一人で遊びに行ったり買い物したりする金は自分で出してね。約束と違う。付き合ったらカード使えるって約束してくれたじゃん。先に約束破ったのはそっちだよ。俺はアンリーにキャバクラやめてほしいから付き合いを申し込んだんだよ。なのに今働いてるじゃん。だったらそっちが賄ってよ。意味不明、早くカード元に戻して。じゃないと生活できない。ネオ明細見たけど、なんだこれは。ブランド物のバッグ買ったり高級レストラン行ったり。我慢したら耐えられるよな。生活できないなんてことはない。そもそも家賃は俺が払ってるし。変わったね大地。アンリもな。翌日。キャバクラやめてきた。え？
今まで本当にごめんなさい。私が間違ってました。だから仲直りしよう。大好きだよ大地。分かってくれた？うん。だからクレカ元に戻して。もう本当にやめるから。約束だよ。うん。でもちょっとだけいい？何？クレカの限度額引き上げは諦めるけど、現金で毎月10万円は欲しいかな。クレカはお金使ってる感覚ないけど、現金ならその感覚はある。やっぱりどう考えても30万じゃ楽しい生活を送れない。かといって50万は厳しいよね。だったらカード30万と現金10万、これでなんとかやりくりするから、それでお願いします。もうキャバクラ辞めてきたし、二度とやらないって誓うから、お願いします。分かった。本当に？うん。でもその代わりもう絶対しないでね、キャバクラは。うん、もうしない。というか辞めて気づいた。やっぱりあの仕事はしんどいし、体にも良くないし疲れる。2ヶ月以上働いてなくて、この前急に出勤したけど、もう体がついていかないって分かった。だからやりたくてもやらないと思う。もちろん本当にやりたくないけど、大地のこと裏切りたくないし、これからは家のこともちゃんとする。だから40万だけ使わせて。うん、兄が家事してくれるなら本当に助かるし、お願いしたい。頑張る。じゃあこれで仲直りな。うん、大好き大地。1ヶ月後。なあ大地、あれからどうなった？アンリーと仲直りしたってところまでは聞いたけど。聞いてくれよコータ、大仲直り。はい。多少前より消費は増えたけど、結局キャバクラも辞めてくれたし、家のことも多少はしてくれるから結構大助かりなんだよな。不幸話じゃなくてごめんな。あんまり幸せすぎる話だから、コータも聞きがいないと思ったから、最近あまり連絡しなかったんだ。本当に辞めたのか？俺の友達でキャバクラ好きな人がいて、その子の写真見せられたんだけど、かなりアンリーに似てる気がする。う、勘違いだといいんだけど。待ってくれよ、それいつの話だ？おととい。そいつと連絡取れる？今仕事してるみたいだけど、終わったら話してみるか。俺とそいつ合わせていいのか？俺が間に入ったらいけると思う。わかった。勘違いっていう可能性もあるからな。うん、一旦アンリーにもジャブ入れてみる。いや、やめた方がいい。え？もし勘違いなら失礼だし、仮に働いてたとしても言い訳されるだけ。今日なんとかそいつと会えるようにするから、アンリーちゃんに連絡するのはその後の方がいい。わかった。6時間後。アンリー、ちょっといい？どうしたの？今日って何してる？友達とご飯。俺、ナイスと予定入れてたっけ？うん、俺も仕事だから。え、そうなの？じゃあ何の連絡？寂しくなっちゃった？まあそんな感じ。仕事終わるのが22時頃だから、その後バーでもどうかなと思って。その時間からはお酒やめてるの、体にも良くないしね。分かった。じゃあまた連絡する。あんまり遅くならないようにな。はーい。1分後。コタ、今日はありがとう。今一応アンリーに予定聞いたけど、今日は友達とご飯らしいわ。うわ、厳しいな。すまんな、こんな形になって。いや、いいよ別に。俺とアンリの問題だから。その友達にはごめんって言っといて、わざわざ時間作ってもらってって。うん、伝えとく。どうするんだ？さすがに2回目はない。この間見計らって話し合いする。 90% 別れ話だけどな。俺は大地の味方だぞ。ありがとう。翌日。アンリー、今日は何してる？夜ご飯にお寿司でもどうだ？この前行った江戸前のところ。ごめん、今日も友達とご飯。っていうか慰め会。彼氏に振られちゃったみたいでかなり落ち込んでるから慰めたい。何時になるかわからないから、お寿司はまた今度で。友達の慰め会でホストに行くの？え？確かに気晴らしにはなるけど、その友達が沼にはまっちゃいそうだから、あんまりおすすめはできないよ。どういう意味？ホストって何？そこに行く予定なんだろ？確か名前は龍。随分とお気に入りみたいだな。今までいくら貢いだんだ？龍？どれそれ、ホストなんか行ってないよ。私疑われてる？ラウンジカリン、今ここでキャバ嬢してるみたいだな。バレないと思ったか？悪いけど、そういうのは全部バレるぞ。ちょっと待って、本当に勘違いしてる。勘違いならいいよね。本当に勘違いだよ。じゃあ事実じゃないと。うん。本当に？うん、本当。じゃあもし事実だったらどうする？え？キャバ嬢に戻っててホストクラブに通ってる。これが事実だったら俺と別れてね。別れない、事実じゃないもん。うん、だから事実じゃなかったら別れないよ。事実じゃないんだよね。うん。なあ、今更やめても意味ないよ。
カリンに在籍してたらアウトだし、リュウってホストに1回でも会ってたら事実ってことになるからね。どっちも1回だけある。はい？友達が体調不良で、どうしても代わりに入ってほしいって言われたの。お店の名前を忘れちゃったけど、カリンって店だったっぽい。ホストクラブにも1回だけ行った。でもそれは行きたかったからじゃなくて、友達がホストにハマっててそれの付き添いで行っただけだからね。今日行く友達もそのホストにガチ恋してて振られたの。なんでまた会いに行くんだろうね。よく考えたらおかしいから、今から断りの連絡入れるね。余計な心配させてごめんね。でもどうやって調べたかわからないけど、ちょっと怖いなと思った。今後は私も全部報告するから、そういうストーカーみたいなことはやめてね。大好きだよ大地。俺も大好きだよ。いや、大好きだったよアンリー。もう別れようか。え？マンションはもう解約するから早めに退去準備しといてね。本当は今まで使い込まれたお金を全額返金してほしいけど、もういいよ。アンリーとは関わりたくないからね。待って、何言ってんの？別れるってどういうこと？そのまんまだろ。一度までならず二度までも裏切るなんて、さすがにひどすぎる。もう病気だね。治らないよ。一生キャバクラで働いとけば。しかもその理由がホストに貢ぎたいからって呆れるよ。本当に違うの？大地は大きな勘違いしてるだけ。私はキャバクラに勤めてないし、ホストクラブにも行ってない。天に誓う。私がなんでキャバ嬢になったか覚えてる？パパが突然入院しちゃって、それで治療費が必要で、それでキャバ嬢になったんだよ。最初の方は嫌だったけど、でもパパのために頑張ったの。大地もお父さんが事業に失敗して会社を立て直したんだよね。私たち似てるよ。これからも助け合っていこうよ。お別れなんか嫌だよ。そう、俺はそんなアンリーを好きになったし、支えたいと思った。だから結婚を全体に付き合った。でも今大きく違うよな。治療費を賄いたいならホストクラブになんか行かないはずだ。だから誤解だって言ってないの。じゃあ分かった、もう一度こっちで調査する。それでアンリーが白なら、アンリーの願い何でも叶える。俺と結婚したかったらするし、お金が欲しかったらいくらでもあげる。ただその代わり、ホストクラブに何度も何度も足を運んでたら、その時は今までお前にあげてた金全額返金してもらうからな。それでもいいならもう一度だけ調査する。どうだ？もういい。そんな最低な人間だと思わなかった。信じてたのに。全部ブーメランになってるぞ。俺はアンリーを信頼してたのに二度も裏切られてるんだ。こんな悲しいことないよ。じゃあなアンリー、二度と連絡してくんなよ。うん、しないよ。さようなら、クソ男。後日談。こんばんは、大地です。この後すぐにアンリーとは別れて、同棲も解除することができました。調査に全面協力してくれたコータにはいくら感謝してもしきれません。ちなみに別れてから1ヶ月後には連絡が来てました。要件は金です。一度狂った金銭感覚を元に戻すことは至難の業です。特にアンリーみたいな女性には難しいことだと思います。自分の稼ぎ以上にホストクラブに貢いでしまい、売掛金が200万を超えたそうです。今すぐ支払わないと風俗嬢になってしまう。だから助けてほしい。そういう連絡を受けましたが、すぐに却下させてもらいました。皆さんの中でキャバ嬢と付き合ったり結婚された方はいますか？私はうまくいかなかったので非常に尊敬しております。それではまた別の動画で。さようなら。